の水原一平驚きですよね。あの、最初はあの六億円とか言ってましたけど、二十四億円っていう話に。 なってで掛け金の総額は278億円になってで損失は62億円なんかどっかのあのなんか街の予算ぐらいありますよねねはあびっくりということなんですね。となるともうことはもう単純なあの泥棒とかその送金とかそんな話じゃなくてこれはなかなかだと思いますよ。でここうなってくるとこれ 連邦捜査とかこれそういう話になってくると FBI だとか刑務所アメリカの刑務所ってなるとねやっぱり K さんホーミー K さん今日のねなんとですよ私びっくりしてましたねテレビテレ朝のハトリさんのモーニングショーに K さんコメンテーターでね9時ぐらいから出てるんですねその中でお話ししてますやっぱりこの道元と言われるあの違法賭博カリフォルニア違法なんで道元の背景にはマフィアがいるのは まあ間違いないなでしょうねただここでテレビの質問だとマフィアとの関係性はって言ったこと,ところにまあ専門家の K さんは、まあ、フマフィアと水原氏がつながっていることはよっぽどないでしょうともうまずないでしょうそれはそういう形にはならないそことは接触はしないあくまでも童毛がマフィアからしたら童毛も手先の一つなんでそういったことなんでしょう、まあ、あとは刑務所どういうふうになるのかなっていうふうなんですけどアメリカは家族を非常に大切にする文化がありますから家族が面会に行きやすい 刑務所に。 え収容されるることがあるアメリカの刑務所って本当に変わってて刑務所の中で仕事ができたり刑務所の中で儲けたりとかっていろいろできるみたいなんですね自分のプロフィールをこのコンビニみたいなとこで売って置いといてそれを連絡してきた女性が連絡してみたいな刑務所の中では結構ビジネスができるっていうちょっと考えられないようですけどそれが普通なそうですでも刑務所に入ってるからおかしいっていう風ではないんですね家族の1人身内で親戚中見渡せれば1人や2人は入ってるのは普通だそうなんですねで で水原一平氏の父親はカリフォルニアでお店をやっているということで、この銀行絡みの犯罪っていうのは非常に重い、K さんによりますと、コカインを100キロ持っているよりも重罪ということで、大変なこと、ただ、刑務所は自由で、16時のカウント、天候だけを守れば、あとは何しててもいいというふうなシステムのところに行くんじゃないかと。 うんまあ、アメリカの刑務所はそういうふうなんですね。部屋で昼寝をしてようが、ジムで鍛えてようが、シャワー浴びてようが、誰にも咎められない。野球場もテニくくスコートもあって、テレビも見放題。飲み物も食べ物も、刑務所の売店で大体買えるっていうことですね。で、これだけ聞くと、なんかいい環境のことに思えますが、これは大変なことが待ち受けてるんじゃないかと言われてます。このアメリカで要はススーーーパースター の大谷君を裏切ったったていうことで刑務所では相当いじめられますよね大谷君が日本だけのじゃなくてもうアメリカのスターになってる人なんでそれを騙したっていうこと出来心じゃなくて最初からっていうふうになるとかなりきついんじゃないか特にロサンゼルスドジャースはメキシコ人通称チカーノたちが崇拝しているチームなんだってはあやばいね間違いなくターゲットにされる。 K さんも近野のギャングに所属していたっていう形なんでよくわかってるそうなんですで前を向いて歩いててすれ違うこの囚人と目が合うとボコボコに殴られたりするんだって日本ではそんなことはさすがにないんですけどまあまあもう日本だともうやる気になっていかないとっていう風に なんですけどね、まあ、あのすぐにそれだったら警備隊が飛んできて制圧ってことになりますが、日本人は収容されない刑務所なんで、中には中国人グループ、メキシコ人グループとかいろいろ仲間分けされていて、日本人は仲間に入れてもらえないんだ、なんかそう簡単に、普通は日本人がいないから、で,でもカリフォルニアでそうなりゃそうなっちゃう、ね、外でどんなに力を持っていようとも、金が持っていようが刑務所の中で関係ない、なるほどこういったいじめを監視が止めることはない。 レベル4、レベル5の刑務所になると監視よりも囚人の方が偉いみたいな。連邦政府の監視は海軍や陸軍などで使い物にならなかった連中が集まってくるため、彼らの給料を少なく監視の仕事だけでは食べていけないということなんだって。 ねえこんな過酷なことが待ち受けている。やばいですねこれはね。しかも何年行くのかわからないんですけどまあ一般棒もでも雑居でもどっちがいいのかちょっとわからない。どっちにしてもこの環境がねなかなか日本とは違うのでっていうことなんでこれ耐えられないようなこともあると思いますけど。